おはようございます。今日も全力で楽しんでまいりましょう。今日はショッピングデーです。レッツショッピング。このポスターを入れます。アルジェラのポスターです。かっこいいね。今日はいい天気だぜ。に入れたらいい感じです。これをどこにね飾ろうかなと、結構ポスターめちゃくちゃ家にあるんでね、どこに飾ろうかなといったところですね。このジョジョのポスターの位置にちょっとマルチなポスターをつけようかなと思います。こっちに置くことにします。赤がねいいね、映えますね部屋に。もうちょっと模様替え、ジョジョのポスターをどこに置こうかなと。ハマスホイの絵に横田美治さんの写真です。さて、植物がですね、もう根っこがパンパンになってきているので、ちょっと植え替えたいのと、このサボテンちゃんもちょっと曲がってきちゃってるんで、ちょっと土を入れ替えたいと思います。室内向け観葉多肉の土、やるぜディア。さあ今日も鍛えたいと思います。今日は腕立て胸トレ、山沢さんですかね、やっぱりね。たった6分で大胸筋がでかくなる強烈メニュー、いくぜ。はい、こんにちは、筋肉ユーチューバーの山さんです。400mg となっていますので、僕はこの後コーヒーを飲むので錠剤は半分にして 100mg 取るようにしています。また脂肪燃焼にいいサプリメントのオールインワンになっている商品もあるので、これにします。1日6分6パックを作る 7週も空腹筋トレ、器具なしスタート。さあ今日のコーデの解説です。少しね涼しくなってきたので、コモリのウールシルクセットアップいきたいと思うんですが、インナーは今日はこちらコモリシャツのブラックですね。こちらを合わせてちょっと大人っぽい感じでね仕上げたいと思います。今日も着こなしを楽しんでいきましょう。今日はレショップとワイドライフテーラーに行って、有限のねシャツとブルゾンをちょっと購入したいと思ってるので見ていきたいと思います。今日も楽しんでいきます。今日の朝飯だぜ小市くん。緑を食べて体に栄養を与えます。この小さな積み重ねが人を大人にするのです。最近リングは小指だけにしております。秘めた巨大なパワー、そびえ立ったタワー、アスファ違うな、そびえ立ったタワー、アスファルトに網目状に日々が生えたような地響き、メトロポリスアパレス、ハオ大げさな目次力とともに研ぎ澄ます。鳥肌立つだけど自らタフに赴いて合わない、分かってんじゃない。アパラ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 
今日はフリーザキープグリースで。All communication, memory.引っかかりがすごくつきますね。すごい引っかかるね。この引っかかりが髪をキープしてくれるんだよね。ちょっとね、今コンタクトまだつけてないからね、全然見えないね。まあ適当にやっていこうか。 OK、 こんな感じやな。刹那のメロディは決まっていた。叫び刹那のメロディー。ゼロゼロゼロデスティニー。オッケー。はい、今日はね、セットアップに黒シャツでね、ちょっとダーティーな感じ行ってみたいと思います。ワンワンワン、シュドピッドバフィービートナイト。最近つけてるマスク、結構質問を受けるんですけど、このクールカラーマスク、っていうのをつけております。クールカラーマスク、あら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 ちょっとユッカスのブーツを取りに行くので、サンダル的なので後で履き替えたいと思います。時刻は11時。行ってきます。いや、今日は天気がいいですね。とても暑いですね。今品川労基署と、あとはこれから渋谷のハローワークに手続き系を済ませに行っていきたいと思います。結構手続きでね、行くの結構大変なんですよね。でその後ユニオンワークスでユッカス裏張りがね終わったので、それを取りに行き、ユッカスに履き替え、レショップ青山のレショップに有限のブルゾーンを見に行きたいと思います。さあ買い物です。ただいま渋谷ハチ公バスで開園前の方までやってきたので、ユニオンワークスでユッカスを手に入れて履き替えたいと思います。着きました。
今、吐き下ろしましたね、ユッカスを。めちゃくちゃテンション上がります。やっぱいい靴履くと気持ちが上がりますね。あらあら、あ、あらあ、到着レショップ、ゲットです。冬は口実で乗り越えます。さて、今青山から恵比寿にやってきました。青山のレショップでは有限のコーティングブルゾンっていうのをね、先ほど試着してたのを購入してしまいました。ショッピング動画にしてもいいレベルでしたが、普通に買いました。続いて恵比寿のワイルドライフテーラーで、また有限のちょっとねシャツが見たいのがありまして、そこに行きたいと思います。その前に腹ごしらえです。ワイルドライフテイラー恵比寿です。ここで有限のガラシャツをちょっと見ていきたいと思います。シャツもゲット、有限2着。さて、ちょっと大荷物になってしまったので、一度家に帰りたいと思います。ちょっとブーツも足が痛くなってきたんで、一回履き替えたいと思います。ただいま帰りまして、足がめちゃくちゃ痛いんですが、靴ずれしております。ここちょっと骨がボコってなってるんで、いつも痛くなっちゃうんですよね。やれやれだぜ、なかなか痛いじゃねえか。うちの革靴、ウエストンのローファーにパラブーツ、クラークス、そしてユッカス、新しく入りました。よろしくお願いいたします。ちょっと着替えました。シャツをマテリオのカットソーサーマルに変えてみました。この後はちょっとちょっくらカフェで、いろいろ作業をねしたいと思うので、今日の Vlog はねもうここにて終幕ということで、
意外と朝からずっと撮ってるとね、20分ぐらいになっちゃうんですよね。結構ね、長くなっちゃうんで、まあ、一回家帰ってきたこのタイムに今日の Vlog はここまで、ここからフリータイムということでね、ちょっとカラオケ行ってソールドアウトでも練習しようかな。うん、これ映ってんのかな。いや、今日はね、レショップで有限のコーティングジャケットっていうね、ちょっとレザーではないんですけども、レザーのような質感の、ブルゾンを購入してしまいました。結構かっこいいですね。すごくなんか男らしさと美しさが共存するような、そんなブランドが私は有限かなと思ってまして、今季はね、その有限のアイテムをちょっと多数買ってるの でシャツもね、先ほど購入したので、今季秋冬は有限がね、暑いですね。ということでね、ファッション楽しんでいきたいと思います。ではまた次回の動画でもお会いしましょう。アリーベデルチ。ああ間違えた。あれ、ここ分かんないんだよね、ここ難しい。よてんしょうわおけじらすまるよかとにゃむがこうのびこ